ミシャグジ、ミシャグジは、長野県の諏訪地方を、はじめ、主に、東日本、中部、関東地方中心に祀られている神である。ミシャグジの発音は、サク、シャグ、サグ、サコ、サゴ、ショゴなどが見られ、中には、おしゃもじ様まであるという。ミシャグジの他に、ミシャグチ、サグジ、ミサグジ、ミサグおサングジ、おしゃごジ、ジョグさん、しゃごっさん、 シャコッタンなど多様な音点呼がある。当て字と漢字の組み合わせも大変多く、200以上もあると言われている、諏訪の古文書では、お左口紙、三作字紙、五尺字、三尺字、五尺字とも、五作紙、三作人が見られるが、柳田国男は、石紙として取り上げたこともある。なお、石紙、尺字と石紙を同一視する辞書は複数あるが、 日本民族大辞典、上阿蘇は、石神とは異なるとしている。また、県知の神といって、釈神を当て、県知棒や、県知縄を奉納するところもある。このほか、助軍神、尺軍神、釈神、三宮神、釈子神、極口、佐口、山盛神、釈守氏、小五作地神、五壁地神などとも表記される。名前の由来については、諸説あり、 稲を守護することから、作神とする説や、土地を開拓する、イコール作くことによってその中に秘められた生命力を表出させることから、五作、先霊、三口とする説、または、蛇神とされたことから、お赤蛇とする説などが唱えられる。三社口信仰は、東日本の広域にわたって分布しており、当初は主に石や樹木をより城とする神であったと、される。 地域によっては時代を経るにつれて、狩猟の神、そして蛇の姿をしている神という性質を持つようになったと言われている。その信仰形態や神聖は多様で、地域によって差異があり、その土地の神や他の神の神聖が集合されている場合がある。信仰の分布域と重なる縄文時代の遺跡から、未尺寺の身体となっているものやよりしろとされている。 物と同じ物が出土していることや、またぎをはじめとする山人たちから信仰されていたことから、この信仰縄文時代から存在していたと考えられている。シャグ寺の実態については、様々な説が挙げられているが、解明されたとは言いがたい。シャグ寺の分布を調べた、今井の岐区によると、長野県には750余りのシャグ寺社が存在し、そのうち数は109社、神稲105社、 下モイ三36社、小さ型百104社などが多い群であるという。全国では、山梨県160社、静岡県233社、愛知県229社、三重県140社、岐阜県116社、滋賀県228社の他関東各県にも見られる。幕末に書かれた諏訪旧石紙で、三尺寺についてこう述べている。神 この神諸国にまつれど身体しかるべからず。ある三の宮神、ある社宮寺、ある社主など各を,を見れど、名吉まびらかならざるゆえに、書も一定せず。ある説曰く、この神は村々県知な入りの時、まずその死を、時日縄を備えおけて、しばしありて、そこより、その縄を手、出してむとぞ。おほかだは、その村々の陳樹大社の犬にあるべし。これは即石神なり。 これをご恩にととないしより、音は同じかれど小様は、乱れしなり。駿河神風土器にも、村の領地の後に剣座を埋めた上でこの神を祀る一節が、見られるほか、和漢三歳図へは、心差しなり具の実や、視野具の実やお堂宗神、祭の神の一種としている。柳田国夫は、日本に見られる各種の石神についての山中エミラとの、書簡のやりとりを、 石神問答として1910年に出していた。身体が石ということから、三尺寺を石神とする山中に対し、柳田は石を祀らない三尺寺もあり、石を祀っても三尺寺と言わない例があると指摘し、県地に使われる県座尾がその身体として祀られることもあるから、三尺寺は土地上領の神であると主張した。また、三尺寺は山和民族に対する、 先住民によって祀られていた際の神、教会の神で、山と民族と先住民が、それぞれの居住地に建てた一種の標識あるとも考察した。石上問答の再刊の序では、柳田は、是は、木の神であったことがまず明らかになり、もうこの部分だけは決定したと言うると宣言している。この、柳田の説に対して、山と岩を、1 9九十年は、自説に不都合だからか、 柳田が、諏訪旧石詩を引用した際に、これは即石神なりという文を省いていたと指摘し、そもそも旧石詩の著者が、三社口を石神としたのは、堺の神に石神が多いからと書いている。さらに山とは、三社口が祀られる古樹の根元に、祠があり、身体として石棒が収められているのが、典型的な三社口のあり方だという今井の菊の観察に基づいて、 ミシャはやはり石にも関わっており、木の神と決定するわけにはいかないという見解、述べている。石の道を、2017年も、柳田が民間信仰としての石神の調査の延長として、ミシャを扱っており、中世諏訪信仰に、ちゃんと注目していなかったから、この結論に至ってしまったと反している。中山太郎は、昭和5年、お左口神公の中で口神酒を、 古くは、ク、作、ク地と呼ばれていたことから、三ャ久寺は主神であるという説を立てた。さらに鹿の大事が、佐野と称していたことや、諏訪大社と鹿の因縁深い関係から、三ャ久寺の正体を明治家、原シ鹿とし、鹿の大事を増収に用いる一種の呪術的作法が、行われたのではあるまいかと割れるのであると、推察していた。しかし、 郷土師屋の伊藤富夫にこの説に関して尋ねられた、今井の菊は、鹿の胎児を主像に用いる、呪術的作法は聞いたこともない、と中山の推察を否定した。北村美奈夫、1975年も中山説を、どうも肯定しうるだけの説得力に欠けていると、批判すると同時に、中山が論考で取り上げた、三河国説落軍振草村大技小林。 現在の愛知県北下田郡東栄町に割れる、種取りの真事で鹿の腹に収める津戸が、鹿の砂後、大寺と呼ばれるのを、三尺寺の名称、または土地の開拓との関係を、何らかの因縁をつけることができるかもしれないと推測している。山と岩尾もこの情報を踏まえて、三尺寺は植物、旗作、田作りだけだなく、動物にも関わると提唱している。藤森栄一。 今井の木、宮坂光明、小部族研究会、野本三吉、北村美奈緒、田中はじめの三人らの研究により、三社寺と石棒や石皿との関係が明らかになった。上記の通り、今井の実地調査で古木の根元に石棒を祀るのが、最も典型的な三社寺のあり方であることが判明した。このことから、三社寺が木に降りて、 石に宿る神霊だと信じられていたと考えられる。北村は、三尺寺の身体となっている石棒や石皿のほとんどが、縄文中期のものだと指摘し、石棒は、本来の三尺寺の身体ではなかったとする、宮地直一の説に対して、三尺寺信仰のルーツを縄文中期の地方新信仰に求め、石棒の中に、その信仰的廃止を持っていたと捉えた。一方、宮坂は、新木、 石棒信仰を古代の蛇信仰と結びつき、神木、蛇、弾魂、石棒、諏訪大社の竜蛇信仰はやはり縄文中期に遡ると言われる三社口、赤棒信仰と繋がっていると考えた。ただし、三社口だけでなく、天白神や仙、鹿頭神、いずれも諏訪と関連を持つ神々の祠にも石棒が祀られることがある。また、 諏訪大社乗車の過去の祭事においては、三社ジが木や石だけでなく、笹や人間などにもつくため、単なる木や石の神ではないという指摘もある。現在は、三社ジを神として見るのが一般的であるが、細田木介2003年は、精霊と人格神、神とを古くの日本人は区別していた。三社ジを神とはしなかったであろうと主張している。これに対して、 医師の道をは、神谷城の真事において、三社口に疲れた人が託船する、真意を示すことがまずなく、一年の間に、神谷城に放出するを決めるら占い真事もあくまでも、諏訪大明神の託船あって、祭事中に下ろされる三社口はそのために作用しているに、過ぎないと指摘している。このことから、三社口は本来、抽象的な諏訪大臣のために働く純粋な力。 すなわち自然エネルギーそのものだと考えられていたと、石野が提唱している。この説によれば、未尺寺が神格化されたのは中世以降のことであって、諏訪明神の剣族として扱われたことから諏訪を拝み、信仰との集合にまで至った。信仰の分布から、未尺寺信仰の演言は、諏訪信仰に関わるとする見方がある。昭和年に書かれた地名と歴史の中で、 柳田はこう書いている。孔人、山の神、地の神、道祖神は、西部の諸県にもあるが、伊勢から、紀州の一部を泊まりにして、東にしかないのはという神である。これについて二十年余りも前に、私は小さな本を一冊書いている。それから後に分かったことは、新州の諏訪が根源で、今は衰えてしまった土地の神の信仰ではないかということである。 神徳は百日関治癒、甲虫病治癒、安算、子育てなど様々だが、謝氏、患者や伝承は年々消滅し続けている。諏訪神谷城の人長官を務めてきた森谷氏はかつて、諏訪、神稲を中心とする、三尺寺再生を統率した古代氏族であったと考えられている。森谷氏の神職が、三尺寺を扱うことができる、唯一の人物とされ、 ミシャグジを下ろしたり上げたり、または、より城となる人や物につけたりする、いわばシャーマン、符であった。諏訪の各豪村のミシャグジ信仰は、ミシャグジ崩災を専門とする森谷氏の手に握られていたと考えられる。しかし、ミシャグジ再生を統括した森谷氏が、外来勢力、後の上氏との派遣争いに敗れた後、祭り政権の交代が行われ、と呼ばれる。 幼い現人心を中心とする新しい体制が生まれた。これが現地に伝わる竹南方人、諏訪明神と森谷人の争いの神話の由来であると言われている。大法理体制の成立により、従来の三社具寺信仰が再編成された。旧体制の頂点であった森谷氏は、諏訪明神のご招待、いわば身代わりとされる大法理を祀る祭司の位置につき、 古来の神ミシャグジを立てて、大法理の即位を執行するなど、大法理と森屋一体の再生が確立した。また、地方の各地に祀られているミシャグジはすべて、諏訪明神の子孫とされ、明神の表依者の大法理も、在村のミシャグジの大元である、大祖先、ミシャグジとされた。神主系の支配者も、各豪村に、 三社口の長として君臨し、大法理を厳人心と仰ぐ、再生一致政策を助けたと言われる。諏訪上屋城のは、名前の通り、上屋城の中で一番古い社で、かつては、祭寺の中心地でもあったため、言うまでもなく三社口との縁が深い。前宮周辺はもともと、森屋市の本拠地であったが、大法理体制が成立してからこの土地を、上市に譲ったと言われている。 近世までは、生神大法理がこの一帯に居住したということから、とも呼ばれた。また、竹中方人とその神の矢坂が棚売り神はここに、葬られたという地元の伝承もある。合村の三社愚子信仰が、諏訪明神、大法理の下に帰れ続けられたとともに、大法理が住む前宮は、財村の三社愚子信徒から拝められる、大井御社宮神とされるようになった。 家庭三年、1237年の初心艦上段に再録されているかぐら歌によれば、古くは前宮には二重の御社宮寺が祀れていた。前宮は二重の御社宮寺内、能は方外能は方御社宮神の四なのか桃むすふ、桃むすふやいに誇れて激や埋めされる。前宮は二重の御社宮寺内のお外のお剣。 五社偶神の四十のが結ぶ百結ぶ刃にほころびれて、召される。この三社宮寺は普段、お笹を左口神として、笹に宿り前宮に常住していたが、元旦に行われるおつむを占い神事の時に、神長官が、三社宮寺を、大法理の代理となる六人のと、十四人の豪孫の在地領主ののためにおろす。三社宮寺が活躍する冬と春の神事の後、改めて笹につけられ、 前宮に鎮座される。この時に各村の三社寺社の身体、笹の葉に結びつけられた神谷城の神印を応印した紙も前宮に収められ、神長官が新しい身体を配った。こうして、三社寺は諏訪神社の体制の中に丸ごと組み込まれたのである。銅鐸によく似た鉄製のは神谷城に神宝として残されている。この鉄卓は、 窃盗円水系、いわゆるメガホン系に丸めた薄い鉄板で作られたものであり、内部には鉄の下が吊るしてある。現在、神谷城本宮に同形式のものが6個一連で3組、保管されているが、これはもともと森谷氏が管理していた。お宝鈴、大鈴、鈴塔と呼ばれる、この鉄卓は、制約の鈴として、土地協会や、 戦争の和睦などの際に使用されたものである。また、春の工作期直前、鉄卓を持った六人の紳士が、諏訪地方の各地の三社寺の地、樹木、岩石などに人々を集めて、これを鳴らして、神事を行った。こうして、三社寺が法上をもたらし、その代わりに、豪村民がお礼として農産物を密月植えするという契約を成立させた。秋の収穫後、 功能の取りまとめを行う際に、同様の神事が行われる。鉄卓の使用には、冷戦が定められており、神長官の収入源の一つであった。軍外不出のものとされ、法鈴のタブーを犯すと契約が破綻すると言われていた。また、違約のある時は、未熟寺のたたりがあると信じられていた。天文四年、1535年。 武田信虎と諏訪頼光の和睦の際に、上長の森屋来神が鉄卓を鳴らしたという。塩尻市にある小野神社にも十二個一連の鉄卓が保管されている。神や城の鉄卓とは異なり、原型のまま鉾に吊るされている。多数の朝兵が結びつけられており、お柱祭りが行われる年に一かけずつ結ぶ、習わしが現在も続いている。三尺寺は 穢れたものをたたると言われ、そのたたりは一族、家に飼う、犬鳥にまで下るとされてきた。密着寺のたたりがあったと言われている出来事は、以下の通りである。平安末期に、諏訪に、本寺衰弱説が入り、上や城本宮には、神宮寺、女法院、伝知院、北家寺ができた。神長も仏教に影響され、祭寺や大法理則意識に、密教要素を導入し、 他人に真似できないように複雑化した。例えば、森屋氏に伝わった、大義書、諏訪大名人神秘五本時代時に見られる、三社口を付け申す字の儀礼には、陰葬と信言が用いられている。一、お左口勘付け猿時の左方、四方を、礼して左右の手を、内いましめに右の頭指を折りつて、巨来してナム二重のお左口紙、来輪用語をして五字を垂れ玉。 ヘオンアリナウミリダセンキルハラダウンタラタソワカ。また、室町時代に書写された、諏訪シロモ物意味レのこと、1237年成立は、の写本、神永本に再録されている、スーハ六歳飛翔人の日記においては、諏訪南宮保祥大明神、十三翔寺、お左口紙、蛇口が礼拝の対象とされ、六つの祭日に、陸道の主として六観音と集合された。 お左口神が当てられている。ナムキの父将来、第二本聖一位、スワナングー発祥大名人城下、二宮。十三章寺お左口神残忌残下六根在章。六住日、道陸道、母大お左口神五本寺六観音。中略十六日地獄道の主第一お左口神本寺千字観音。中略二十三日が軌道の主 第2お左口上本寺生、観音。中力開日畜生道種。第3お左口上本寺馬頭観音。中力1日修羅道の種。第4お左口上本寺十一面観音。中力8日人道の種。第5お左口上本寺純太子観音。中力十五日天都の種。第6お左口上本寺如意林、観音。草分けを司る三シャは、 土地開発の功を立てたとされる竹南方人のおこかみと同定される場合がある。明治時代の神社名祭帳においては、諏訪に存在していたおよそ40の三社寺社のトンが、竹南方人、諏訪大臣のおこかみを祀る神社と記録され、三社寺という名の神を祭神として出ていた唯一の神社、セリが沢の五社寺社においても、三社寺が県魚名家体の地味子として現れている。 密着寺を諏訪大明神の眷属神、おこ神として位置づける見方はすでに中世に見られる。室町時代の神長官、森山美によると、六人の神士も、お左口神も、十三章、王子も、すべて大明神の王子神であるという。誠に当社お神の王子にて、外兼両人は、上野一宮お中、内兼大兼四人は下宮に宿らせ急。 お誕生を疑いなし。お左口神も十三所と猿も、当社の王子ご一体、今こそとて、なし。この考えは、神や城物意味で、波数六歳日に記されている、大名神、十三所王子、お左口神と通じると見られる。また、森や神長古書には、当社にて御社宮神というのは、皆、御子孫のことをうなりとある。神やし成立以後、 ミシャグジは、諏訪明神を祀る祭礼には欠かせない役割をしてきたが、単独に祀られることはなかった。ミシャグジが主に活躍したのは、冬から春にかけて行われる、新事祭礼であった。旧暦12月22日になると、諏訪軍の豪民が奉仕してカンバラ、前宮の一部に建築したと呼ばれる広大な、縦穴建物に大放り、 神長官以下神職が賛同してと呼ばれる儀式を始める。諏訪大明神菓子、1356年成立、によると、12月22日、一のお祭り、大掘り以下の新館、書末古社に舞う、イりズ、行列礼のご年、教禅の儀また常のご年、同日後室入り、大穴を掘りて、そのうちに柱を立て、胸を高めかやを吹きて、のきのたる、 地で義を支えたり。今日、第一のお体をいる盾祭る。大法理家神館三郎す。重略道二十九日、大夜明け、大見祭り。また五体三章をいる盾祭る。その儀式をそれあるによりて、税を育せず。冬は穴に住みける神よの昔は、誠かくこそ歩けめ。お室に入れられる、第一のお体とは、祭事に関する部分が所々改変されている。 神長本、餓子から、三社御寺であることが、明らかにされている。また、五体三書は、年代新寺次第九期、室町初期成立から、祖宗神と称する神霊で、二十三日の新寺の項に、霊式小へひ入りとあることから三つの蛇体であることが、わかる。二十五日の大夜明けには、長さ五条五尺、太さ一尺五寸の蛇体三体と、また折り、何を指すかは、 不明がおむろに入れられるというが、この蛇形も、疎走心であるという。すなわち、大小の蛇体が、おの三の体ずつ二日間を隔てて入れられている。この蛇体はそれぞれ、そしてを代表する三つの合尊によって作られ、おむろまで持ち運ばれる。旧記によると、二十四日の夜には、おささ、ささについている、前宮のおささお左口紙がおむろにある萩組の座という。 祠の左より、御正体、上記の三体の小者がその右より搬入される。萩組の座に安置された笹の三社口は、二つのお左口紙とも呼ばれ、三月牛日までにお室の中に位置する。大小の蛇形も同様で、三月までお室に収められていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。